北海道新幹線の札幌延伸工事で生じる重金属を含んだ残土について、札幌市などは環境への影響はないと判断した手稲区の候補地で住民説明会を開き、受け入れへの理解を求めます。北海道新幹線の札幌小樽間のトンネル工事で出る残土は、住民の反対もあり処分地が決まっておらず、トンネル工事の開始は予定よりも1年半以上遅れています。こうした中、候補地の一つの手稲区の山口処理場には、環境に影響はないと事前の調査で判断され、今月28日と29日に受け入れへの理解を求め、市などが住民説明会を開きます。若い層の人たちがね、せっかくここに住んだのに汚染されるのは嫌だと。本当に安全だったら大通公園に持っていけばいいんですよ。残土は1箇所だけでは処分しきれないため、市は他の2箇所の候補地についても引き続き処分に向けた調査を進めることにしています。